ハン開始だ。開始だ。
さあ行こう。いっけなんとかなったね。お手柔らかにね。さあ、行こう。いっけ。なんとかなったね。勝負だ。いっけ。お前何してんだよ。来るなっつったろ。お嬢に頼まれてきたって。おいおい、お嬢についていてくれって先に約束。なんだそりゃ。カッコつけてんじゃねえよ。ま、何にしても頼もしいぜ。あ、後輩くんも来たんだね。よかったら一緒に攻略しない？この先仕掛けが多そうだし。千歳の後輩くんは私の後輩。私たちこれぞリベリオ。チームの若いやつら連れて。そうなの。それ私が弱くて口ばユーゴやペイにも。でもそれもだって私いろんな人に認めてもらう。大丈夫だよ、ノキ。そうだよ、みんなにノキ。お嬢のワームモンという、それとも俺だ。よーし、誰よりも早くゴールして、あ、見てなさいよ。あ、ちょ、置いてかないでください。友達ってさ。いっけね、ナコ追いかけるぞ。ヘリコ。ワームも体重い。エデンにこんなところで寝てる場合じゃない。それなら私がやる。忘れた？私はエリカの代わりになるために、いろんな何でも言って、私がエリカの手足になる。ワームも岸辺を調べて徹底的に。
さあ行こう。お疲れさん。開始だ。正義は必ず勝つ。なんでだ。開始だ。みんなのおかげだよ。It's my hacking business.
マイハッキンビジネス。It's my hacking business. いっけIt's my hacking business. 波に乗ろうぜ。なんとかなったね。さあ、行こう。行け。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。正義は必ず勝つ。なんでIt's my hacking business.
開始だ。It's my hacking vision!波に乗ろうぜ。みんなのおかげだよ。
に勝てるかな。いっけに勝てるかな。呪文でやりますか。さあ、行こう。It's my hacking business.勝てるかな。なんとかなったね。My hacking business. Hey, お疲れさん。
さあ、ノキアたちをすっかり見失って。ユージ。何しに来た？エリカに。お前を止めに来たんだよ。俺もこいつも。気づかないか、ユージ。ここまでのトラップ。昔俺たちが攻略した時は、全員どうもこの騒ぎ気なくせ。よそのチームに行った奴には関係ない。は？お前、俺はチームを抜けたつもりなんかねえっつの。お前がアンダーゼロに行くっつうからわざわざ来たんだ。そんなこと誰が頼んだ。前から言おうと思ってたけどよ、頭ごなしに突き放してよ。そんなんだからいつまで経ってもあいつが俺たちのところに。年上のくせに大人げねえとは思わねえのかよ。真田のことは関係ないだろ。言ったはずだ、岸辺と手を切るつもりはないと。アンダーゼロの監視は岸辺からの依頼だ。これにはどうあっても俺を止めたいなら力ずく。ああそうか、らしくねえとは思ったが、ここまでとは。知った、頭冷やし上がる。ありがとうよ。分かってるとは思うが。俺の邪魔をするな。波に乗ろうぜ。どうだ石頭、知った、冷えたかよ。なぜ邪魔をする。岸辺の依頼を失敗すれば、エリカは。お兄ちゃん。エリカ？お願い、これを聞いて。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あとは彼女、彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げて、これでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。岸辺、おい、これひょっとして。そうだと思う。紙芯のサーバーに仕込んだマルウェアを経由して岸辺のアンダーゼロに。何か防弾コアまで降りちゃダメ、きっと罠だよ。まずい、ノキアたちが先に行ってるんだ。おい、通信が繋がらないぞ。メインフレームを囲うようにデジタルウェーブ数値が増幅したときに通信がカットアウトされちゃう。エリカ！くそ、早くあいつらに知らせねえと。おい、待て！
手加減なんてしなくていいよ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。手加減なんてしなくていいよ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。開始だ。
なんとかなったね。開始だ。
とかなったね。ことがフェイ、あのデジモンは、あれはノキアがフェイに勝ったのか。はいはいはい、ご苦労。岸辺、よく頑張ったわね。あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役、ここにみんなを連れてくるのがあなたの言うの、数字書き通り、ここにみんな。あ手のひらで転がされていたとも知らない、あなたたちの未成熟で青くさ、あれは空路に出た。おいおい、いや、やばいぜ。ルシュ、なんだこれを。あの女が、俺ははめられた。力を貸してくれ。
け。何だったんだよこの。誰か俺の仲間を。なあ千歳は。エデン症候群。畜生。あとだ。消える。あんなお兄ちゃん初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。エリカ。ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ岸辺がお兄ちゃんを切った時点で私の治療だ。だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の敵を取る。手伝って。まさかそれ。岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワームも復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったみたいだね。今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。復旧作業に追われている。すぐに侵入しよう。侵入してどうするって？決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す。
決定的な証拠を手に電脳犯罪捜査課サーバーへ。お兄ちゃんが消したデータ紙しろ。でもそれってユージが消した。岸辺みたいな具合は人を脅せるデータを絶対に手放すはずがない。きっと紙しろのメインサーバー、アバランサー通称秘密の部屋、そこになら仮に目的のデータがなくても、そこ岸辺の悪事が一つだけとは思えないわ。こんなに怒ってる。そうかもね。こんなに怒ったの私変かな。あんまりふざけてるとまためめたんだよ。冗談。ねえ頼りに。ヘリカ、もちろん私もお手伝い。あんたは私のデジモンなんだから当然でしょ。私は感謝されないの。さあ記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕はない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアになる。岸辺リエ、今まで落とし前をつけるってやつだね。エリカ、そういうこと。準備はいい？Thank you.
ワームも岸辺の執務室に行って
秘密の部屋に入るにはパスコードが必要な。コードが毎日変わるから直接行って端末をハックするしかない。任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきたかもね。最初のドジっぷりが嘘みた。こんちゃー、こっちからは敵に。いや、何事もそう。よしよし、偉かったね。ハッキング始めるよ。この機を逃さないで。よしよし、偉かったね。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。開始だ。いっけみんなのおかげだよ。開始だ。
準備はいい？みんなのおかげだよ。ハッキング始めるよ。ハッキング始めるよ。まあまあ。ハッキング始めるよ。開始だ。
さあ行こう。みんなのおかげだよ。開始だ。いっけー。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。ここが秘密の部屋のイバーヌも、パスコードは手に入った？なんでそんなに疲れてるの？聞きたい？私がどれだけのトラブル。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして移動させたんでしょ。早くパスコードちょうだい。はあ、言った？それが秘密の部屋へのパスコードだよ。こんなのが？うん、何か変？リエちゃん、女神。リエちゃん、女神ってるだよ。岸辺リエに対する憎悪が強く。他の日のパスコードも知りたい？ちなみに聞いた。そんなのいいから、早く戻ってきて。先に入って。なんでがっかりしてるの？どうで、何がリエちゃん？絶対に社会的に抹殺。開けるよ。ここからが本番。気を引き締めて。何この部屋？見てる。君は好きなの？こういうの。私は無理。君とは趣味が合うみたいだね。お待たせ。おかえり。それじゃあ二人で例のデータを探して。知ってるのかって？そりゃ知ってるよ。だってエリカも何してるの？ねえ、真面目に。そう、その割にはいつか。エリカの軽蔑の感情で。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータがこれだ。電脳犯罪。やったね、お手柄。ただスケベだっただけでしょ。まったく。あらあら、誰かと思えば意外な人と意外。
岸辺。しかもそこ私の下着ダンスじゃ。やだ、ひょっとして勝負下に見られちゃった。行って、ワームもやること。うん、気をつけてね。三島エリカちゃんよね。許さない、あんたがお兄ちゃんの父とせ。ひょっとしてお仲間まで巻き添えちゃう。どうくさいわね。あなたにそんなことをする権利が。お礼を言うべきよね。あなたの存在が、かつては正義の発行と。あんたの言う通り、私は。でもあんたのことは。あらあら、ひょっとして。あらこの姿になる。人間がデジモンに。びっくりした。これが私のデジモンね。人間でこのことを知ってすんない。それがどう。生きて返す気がないってことでしょ。あ、レイト。残念ね、レイト。輝くしバラの名をいただく。その顔を恐怖の色に染めてやる。これは警察が神城の摘発。まさか。ああ、私のデジモンがあんたの大事なデータを、とある刑事に。こんなことしていていいの。あなたの過去。こんな短時間で警察を動かした。こうして計画のため。逃がさない。ほうけてる場合じゃないよ。あらかじめ又吉さんの新都庁に行こう。岸辺理恵の体を。又吉さん。そう、エリカちゃんか。君のおかげで岸辺の。岸辺は。それがヤッコさん任意同行を拒んで逃げ回ってやる。中にはいるらしいんだが。協力させて。おい、何を。岸辺の位置を特定する。岸辺理恵は普通じゃ。あの女がいるところにはきっとデジタルウェーブ地の異常が出るはず。見つけた。うん、それで教えてもいいけど、私たちも。いや、それは岸辺に落とし前をつけなきゃいけないの。お願い。
エリカちゃんにはかなわねえな。しめ、案内しろ。予想以上にお早いお出ましね、エリカちゃん。あなたの仕業。あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ああ、それはそうよね。でも、そんな調子で。あなたに施していた治療、あれはうちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の字。私の特別認可で特例中のエデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立。そこでデータ容量を管理することで、あなたは他の企業や病院では決して真似できない地理。あなた何者なの？肉の体を持つ、実は人のくせに私を追い詰めたつもりでしょ。からっぽでなら教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力、人間の体だってこうやってシグナルを飛ばしてる。作り現実の痛みをバカに。そうね、勉強になったからお返しよ。また吉刑事、止める。女鳴らせに男が口を出すなんざ。別におっかねえな。これだから人間は醜悪だ。待て、早まる。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで、この辺りで岸辺理恵は退場させて。ねえエリカちゃん、あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジ？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で、その境界線が崩壊したとき、あなた…なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。お前さんたちはここにいろ。坊主と飛び降り、これで終わったの？本当に
あの、でもお兄ちゃんたちの仇は取れた。泣いてないから。引っ叩かれた方が痛いだけだから。昨日未明、エデンネットワークを運営する。結局、岸辺は何者だったんだろう。わからない。ねえ、リュウジと連絡。そっか、これで本当に。でも、お兄ちゃんと千歳やっと一つ何かできた。